えー、こんにちは、あのまあモチベーションについてなんですけどもまあモチベーションなんてあってもなくても別にやらないといけないことは変わらないんじゃないかなと思うんですよ。うん、そのモチベーションが上がらないからできないとかっていう人はあのモチベーション依存といいますかねすで、まあ、に自分の感情は自分でコントロールして、まあ、内側からモチベーションを上げていけばいいのかなと思いますしまあせいぜいね何て言うんですかね 元気になるなんかねミュージシャンの音楽を聴くとかねなんかその気になるようなこうあの映画を見るとかぐらいじゃないですかねやっぱり私も筋トレする時はあのロッキー4とかねランボーとか筋肉ムキムキの動画を見てなんかその気になったもんですけどねうんまあでもその程度じゃないかなと思うんですよちょっと動機づけすればもう結構それがね何日も何週間も何ヶ月も自分の感情を突き動かしてくれるみたいな ことで非常にまあ燃費がいいと言いますかね、まあ、人によってはもうどんだけ励ましてもどんだけ勇気づけてもなしょげてやらないみたいなこともありますけどもまあそういう人生も,もあんのかなと仕方がないですよね人間それぞれぞ、えー、受で,、ね、でえっ、ー、とちょっと振り返って考えてみたんですけども私あの大学生の時に、まあ、当然アルバイト4年間みっちりしたんですけどもどんなに悪くても18万円ぐらいはね毎月毎月。 手にしていたたんんでですすよよつの目標だったんですよね毎月20万ぐらいバイトで稼ぐっていうのがで日当9,000円で働くとね大体20日で18万なんですよでそれは大学の講義を全く休むことなくまあ軽音楽部っていうサークルにいたんですけどそこをね全く休むことなくできる範囲だったんですよねでよく大学生は暇だって言われますけどもうんまあ暇なのかもしれませんけども時間をすごくね見つけるのが上手なんだろうなと思うんですよ まあなぜなら、卒業したら、もうね、蹂躙される人生が待ってるっていうの分かってますんで、まあ、最後の4年間だなと思ったら、あの1日の24時間をそれは上手に使うようになると思うんですよね。で、結局その24時間を上手に使った、あのー、そのノウハウっていうのかな。経験がそれからの人生も支えてくれて、しかも作業が早いですね、みんなね。作業が早くて段取りがいいんで、それは波の行動力よりは勝っているんじゃないかなと。うん だからなかなか結果が出ないっていうのはいろんな理由があると思いますけどまず単体の作業が遅かったりねうん、まあ、それが段取りが悪いんであのもうほんとちょっとした順番のかけ違いで2度でも3度でも5度でも10度でもかけているのかそれとも一つの行動で複数のタスクが終わっていくのかっていうところありますよね、うん、まあなんか振り返ってみるとねあの大学受験で余裕ゼミナル行ったのもう込みで 段取りはすごく良かったんじゃないかなと思うんですよえいつの間に終わったのみたいなのをね当たり前のように聞くようになりますし一、まあ、つの行動が3つとか5つの結果をもたらすように動かないと限られた人生で間に合わなくなっちゃいますんでね、まあ、そういうことは根本的にあるんじゃないかなと思うんですよ、うん、だから、まあ、吉田さんなんてのは動画を撮るときに <laughs> まあトイレに行ようがね歯を <laughs> 抜けようが差し歯になろうが、あのー、運転しようが全然へっちゃらでできると思いますし。 街中でいきなりカメラを入れるのも全然、OK、だとと思うんでで、ですすよ。渋滞にはまっったたらちょっと撮影するかみたいな感じでね。その撮影するっていうことも、まあ、1回やったよりも10回やった方がトークが上手になるしあの撮影したことによるねそのストックが積み重なっていってそれが新しいチャンスになっていったりとかアナリティクスっていうのもねたまっていきますよね、うん、だからその分析ってやつもねビジネスの分析ってやつも多くの人が間違えてるのは他人のやったデータを分析してるんですよ。 これが本当私ねバカバカしいなと思うのすごいバカバカしいと思うんですよ。うん、自分と違った人格とか自分と違ったあ年齢自分と違ったタイミング全部自分と違ったものをやってるのを分析して成功例を探ろうとしてますけどそんなもんないですよね。最も正確なのは自分が1万回やったその1万回を自分で分析していくとまさに自分がやったことなんで最も、まあ、評価としては近いものが予測されるのかなっていうところなんですよ。うん、やっぱね うん、人の経験ってあの別に無視するわけではないんですけども自分の経験に照らし合わせると全く役に立たなないいいとと言ってもいいのかなと思うんですよね、うんまあ、特に自己表現に関してはこの自分の顔と声が出ているからこそ集客できてそしてそこで自分のお願いだからこそ商品が売れて自分の紹介だからこそ信頼が培ってっていうものがあると思いますから。 まあそういった意味ではねモチベーションどころの騒ぎではなくってまあ逆にしてですよ視聴者さんがモチベーションが上がってますからねうんなんか私もモチベーターっていう職業が世の中にできるんではないかなって考えたのがもう56年前なんですけどまさにあの私のモチベーターは久保です久保さんですみたいなこともねよく言われるようになってまあそうだよなって自分でも自覚するところはあるんですけどねうんだから仮に私がこの匿名でやったりとかね、えー、なんかこの姿を隠してやったら多分こんなに 人気にはなってなななないいいんじゃないかなと思いますね。なぜか知らないけどもこの顔でもいいというねこの声でもいいというねこの喋り方でもなんかすごく腑に落ちると言ってくださる方がいるんでまあ、ラッキーだなと思ってますね、まあ、吉谷さんもなんか同じようなパターンだと思いますけどもだから逆に聞からない方があのうまく伝わるんでその等身大の自分で勝負できるかなとでたまに間違ったことをね言ったりやったりするのもあの信頼できますみたいなねまあ、この前もあったんですけども 父さんはうまくいかなかったことすら動画にしてるからあの信頼できるんだっていうんですよなんかうまくいくことばっかりをお知らせしたり「儲かる案件ですよ」って言ってねその時だけ出てくるんじゃなくて「これ儲かんないかもしれないけどとりあえずやってみますね」みたいな追跡動画をね結構シリーズやってくださるのが面白いとだから一緒に一緒に失敗するんだったら諦めやすくからやりたいですみたいな方もいらっしゃってね「うん、まあやめとけ」って言うんですけどね <laughs> あの私でも自信がないけどこれ多分ドブを に捨てる逆だ銭をドブに捨てるようなもん土偶を銭に捨てるっていいですね今日のタイトルドブを銭に捨てるにしましょうかうんあのだからあの銭をドブに捨てるようなもんですよって言ってもいや久保さんが損するんだったら自分なんかが損しても当たり前なんでなんか参加しますみたいなねそういうのはやめようよって話なんですよ <laughs> 結局はやるんじゃなかったって言ってね私の選択を選ばなくなっちゃいますから、ね、そういう人はねということでドブを銭に捨てるでございましたじゃあいってらっしゃい